今回取材に訪れた町は大阪府。ここに熱い闘志を燃やす一人の男がいた。おい、はい、はい、何笑ってんねん。はい、帰るか。いや、本気かお前ら。マジで遊びじゃないぞ。 YouTube じゃないぞ。テセーズ率いるテセ監督です。そして選手と共に戦う熱血監督として知られています。あいつらと試合をして俺らが勝つ。ぬるい、こんなんじゃみんなに勝たれへんて。はい、お前ら背中見とけ俺の。がしかし、監督になるまでのサッカー人生は決して平坦な道のりではなかった。小さい頃から積み上げてきた知られざる努力がそこにはありました。小学校、中学校、高校、大学までの毎日練習メニューを全部ここに書いてました、はい、プロを目指す一人の選手としての覚悟がそこには隠されていました。そんな知られざるテセの隠れた努力、そして現在に至るまでの知られざる真実に完全密着。密着ですか。お願いします。じゃあ今日はちょっといつも行ってる河川敷に行きたい。まああれっすね、多分監督キャラとかやってて俺の素をみんな知らないと思いますけど、まあ、今日はテセじゃない俺、一般人の俺を、まあ、みんなに今日は見せていきたいと思います。僕の経歴は、3歳からサッカーやってて、で小1でガンバ大阪ジュニア入って、で小6までやって、でその後、まあガンバジュニアユースに上がれる、ほんまは上がれたみたいな感じなんですけど、なんか怪我が多いみたいで上がれんくて、ガンバ裏切ってセレッソ受けに行って、セレッソ落ちて、で千里丘っていうね、まあ強豪っすね、強豪のチームに入って、その後、特待で阪南大高校でね、そこに入って、最後大学は岡山で IPU 関太平洋大学でサッカーしてました。で僕のまあ、戦績ですね、武勇伝話は、そんなあれよ。一番は高校のインターハイで、大阪府予選決勝で大阪桐蔭戦、振り向きざまのボレーシュートであれですね、インターハイのベスト11に選ばれて、そのまま全国大会インターハイ、夏のインターハイ出て、でボランチで出て、で結局最後ベスト16で1船と当たって負けました。他にもまあ海外遠征行ったり、キャプテンやって6連敗したり。ギャルです。僕は、正直誰よりも努力してきた自信があって、それは、まあ、小学校ガンバでも努力してきたし、千里丘の時も、まあ、多分あんま表に出せないですけど、めちゃくちゃ負けず嫌い で高校の時も通学、まあ、片道2時間やったんですけど、まあ、自主的に朝4時半に起きて5時に出て、で5時15分の始発乗って、で7時過ぎぐらいに着いてグラウンド、それを3年間続けて、多分ホンダよりもストイックですね俺が、はい、やっぱり僕フォワードなんで、ゴール決めた時ですね、ゴール決めてみんなが、駆け寄ってくれる、で思いっきり決めた、僕いつも思いっきり叫ぶんですけど相手見て、あの瞬間はもうたまらないですね。やっぱそこをずっと僕ゴールパフォーマンスはしてきてなかったんですけど、叫ぶことだけしてきて、だからなんていうんですかね、やっぱあの瞬間っていうのはめちゃくちゃ気持ちいいですね。多分今あの写真流れてると思います、僕の叫んでる。まずガンバジュニアの時に、ガンバジュニアユースに上がれる逸材やったのに、なんか知らんけど上がれんかった時。2つ目は高校で、やっぱり3年になって
まあ、プレミアリーグとかで、まあ、俺10番を、まあ、自分で志願してつけとったんやけど、3年1年間でなかなかプレミアリーグ出れんくて、後期からまあ何回か出たんやけど、やっぱそこでなんか俺ってまだまだなんやなって、うん、他のプレミアリーグやったら今プロで活躍してる、うん、大迫キーパーの大迫圭介とかヴィッセルの佐々木大樹とかあんなん見て、お前こいつらやばいなってなった瞬間ちょっと挫折して、で試合にも使ってもらってないっていうとこで、まず2つ目の挫折で、3つ目の挫折が、まあ、大学、まあほんまこの最近大学卒業するタイミングで、サッカーをサッカーと向き合って俺はプロになれない、うん、その実力が初めてこう自分でなんか見つめ直した時に、俺ってプロなられへんねやって、そこでほんまに挫折して、まあ親にも一旦サッカーから離れるっていう時も大泣きしたし、だからちょっと、まあ、そこはほんまに挫折でしたね。3つポイント大きく言えば、好きな女優は川口春奈ちゃんかな。あの子ね、あの浜寿司行ったら置いてるんよ、川口春奈の写真が。そこになんて書いてあると思う？ハマイって書いてるんよ。うまいじゃないよ、全然おもろないな。でまたそこが可愛いよ、チャームポイント。景色いいっすね。インフルエンサーになったきっかけは、俺はプロになりたくて、まあ、今もプロになりたいんやけど、ほんまはな。でそれでまあ自分の岡山におったから、自分の認知を上げるためにもそういう活動を始めました。まあもしかしたらウィナーズに入れるかもせえへんっていう立ち位置やったかもせんけど、みんなからしたら。けど俺の考えで言うたら、そっち側に回ってしまったら俺は嫌で、自分で何かをして作り上げていきたいタイプやから、うん、作りました。それだけ、自分で何かをやりたい、それだけです。テセイズでの目標はウィナーズと試合することじゃないんです。実は一つの、俺は、まあ、チーム、一つの仲間をとしてみんなで青春したいというか、一つの目標に向かって挑戦する、うん、それがみんなに伝わった時にもう目標って達成してるのかなって。外見とは裏腹にインターハイ全国16位など輝かしい成績を残してきたテセ監督、決勝の大阪桐蔭高校戦ではテセ監督自らスーパーボレーシュートを決め、阪南大高校の優勝に導く鍵となりました。がしかし、監督になるまでのサッカー人生は決して平坦な道のりではなかった。小さい頃から積み上げてきた知られざる努力がそこにはありました。小学校、中学校、高校、大学までの毎日練習メニューを全部ここに書いてました。はい。で自分の得点した点数とか、その日思ったこととかを書いてたんですけど、うん。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。好きなテレビ番組は吉本新喜劇かな。あれやおもろいよ。毎週見とるからね。美しいのあの B ってやつかな。やっぱり顔が整っとるからね、美しいんちゃうか。なんか、うん、俺ってすごいね。やっぱりそれはお父さんはやっぱ毎週試合見に来てくれて、カメラ回してくれて、多分まだサッカーしてほしいと思ってくれてるし、俺がずっと一番うまいって言ってくれとったから、そこは俺も今一旦サッカー見てるけど、もう一回挑戦してお父さんには必ずまあいい形でサッカーを終えれるようにしたいし、お母さんもやっぱり、うん、陰でめっちゃ応援してくれてるの伝わるし、やっぱ優しいし、うん、ご飯も美味しい、うん、だから恩返ししたいね、こういう活動含めて、うん、小学校の時に戻って好きな女性の、うん、お風呂とかに
入ってみたかった。今回、初公開です。ほんまに仲いい人と家族しか知ってません。僕の秘密を皆さんに教えます。僕はですね、サッカーノートを書いてました。はい、皆さんギャップ萌えですよね。サッカーノートナンバー10、ナンバー合計、僕はこれ違う、ナンバー12まで書いてました、サッカーノートで、ぎっしり何を書いてたかって言ったら、自分の全部試合とか練習メニューとか、小学校、中学校、高校、大学までの毎日練習メニューを全部ここに書いてました、はい、で自分の得点した点数とかその日思ったこととかを書いてたんですけど、うん、これとかね、天竜岡時代のねおやつとか、これね、何が言いたいかって言ったら、みんなも書いた方がいいよ、うん、それだけ。俺が書いてましたっていう自慢じゃなくて、これはほんまに書いた方がいい、自分を見返せるし、自分のモチベーションにもなるから、これを見た君は今から始めてください。はい。3歳からサッカーを始め、両親に愛され育てられたテセ監督、今ではチームを抱える監督、そして一人の男としてウィナーズに本気で勝ちに行く姿を見せてくれるだろう。